百数十年もの歴史を刻むヒルズボロの時計。ヒルズボロスタジアムは、イングランドサウスヨークシャー州シェフィールドにあるスタジアム。シェフィールド・ウェンズデー FC のホームスタジアム。以前の名称は、アウラートン・スタジアム。1899年、ウェンズデーがもともとグラウンドを持っていた、オリーブ・グローブの地から移転して当地に、初めて競技場が置かれて以来、ここではサッカーが行われてきた。 現在は39,859人収容の完全着席スタジアムとなっており、座席の大部分は屋根で覆われている。ヒルズボロという名称は、スタジアムのあるシェフィールドの一地区の名前から来ている。この場所にあった、最初の競技場は1899年に作られたものであり、シェフィールドの北西部にある、地元ではアウラートンという名で知られていた過疎地域であった。 1914年までこの競技場はアウラートンスタジアムという名で知られていたが一連の競技場改修に合わせてヒルズボロと改名された新名称は周辺で目覚ましい成長を遂げていた新興住宅地から付けられた1966年には FIFA フフワールドカップの開催地の一つに選定され西ドイツ、ウルグアイ、アルゼンチン、スイス スペインからなる一次リーグの会場となった。また、準々決勝の会場にも用いられ、ここで西ドイツがウルグアイを4対0で下した。1989年には FA カップの準決勝リバプール対ノッティンガムフォレスト戦で96人のリバプールファンが圧死するヒルズボロの悲劇の舞台となった。この事故は競技場における 安全のために一連の改良を行うことを促進し、その後の4年間でテラス部分は完全着席式スタンドに改装された。またピッチを囲むフェンスは非常時に客が競技エリアに逃げ込めるよう背の低い安全策に取り替えられた。1996年ヒルズボロはユーロ96の数試合の会場となり、特にデンマーク代表のホストスタジアムとなった。 デンマーク人ファンは熱狂的な応援に加えてその模範的振る舞いによって地元の人々に愛されたが、とりわけ地元の酒場の店主には大変評判が良かった。何せ、シェフィールド市内の多くの大衆酒場では緊急にビールを追加注文しなければならなかったほどだ。現在までの最多収容人数の記録は1934年の FA カップにおけるマンチェスターシティとの試合での72,841人である。設置、1961年収容人数、9,255人。ノーススタンドは競技場の北辺に沿っており、カンチレバー式の屋根を持つ、サッカー競技場用スタンドとしては最も初期の例の一つである。また、イングランドでは初めて、競技場の長さいっぱいに作られたスタンドでもある。 ちなみに、イングランドのサッカースタジアムで初めてカンチレバー式の屋根を備えたスタンドは、スカンソープユナイテッドのホームグラウンドであった、オールドショーグラウンドである。設置、1966年収容人数、6559人、レッピングレーン側の端にある、プレストウェイストスタンドは、ウェンズデーのホームゲームでは、アウェー側サポーターが座る場所になる。 1966年に最初に建設されて以来、ウエストスタンドには座席部分の前に、いわゆるテラス部分があったが、1989年に起きた悪名高いヒルズボロの悲劇の後、2層の着席式スタンドに置き換えられた。設置、1914年収容人数、1万1354人、最も古い、このメインスタンドの建設は、 アーチボルドリーチの設計により17000ポンドを超える費用を投じて1913年に始められた。現在のスタンドは何度も改良を加えられており、最近ではユーロ96において上層席と2部屋の会議用スイートおよびバーとレストランが増設された。サウススタンドは四つのスタンドの中で最も明確に識別できるものであり、九百十三年の 設計時点からあった時計の文字盤と頂きかを今も残している。スタンドにはメインのレセプション席、報道席、応接席のほか、家族席と7つの現代的な軽食コーナーが用意されている。設置、1914年収容人数、11,210人、ボーア戦争における有名な戦いの場となった丘の名前にちなんだ、スパイオンコップは、 競技場の東端にある自然の丘に建設され、ウェンズデーサポーターの大部分が応援をする場となっている。1986年までは屋根がなかった。スパヨンコップはヒルズボロの中で最後に完全着席式となったスタンドであるが、これは1993年に FA プレミアリーグの基準を満たすために行われた改良の結果である。スパヨンコップは イングランドサポータークラブバンドの定位置でもある。このバンドは、ウェンズデー及びサッカーイングランド代表の試合で、この場所の常連となっている。彼らは、ウェンズデーのテーマソングを演奏することで有名である。ありがとうございます。